こんにちは。今回からテンプレートを配るよ。西中西香だよ。はい、こんな感じ。第1回オープニングとエンディングが簡単に作れるファイルを配るよ。使い方も解説するし、画像とフォントとかを差し替えて曲に合わせてずらしたりするだけで完成するから、アビリティは触ったことないよって人もぜひ。第2回 YouTube ヘッダーのテンプレート、Twitter のヘッダーのテンプレート、それから配信画面を作る用のファイルを配るよ。こんな感じのが誰でも作れるようになります。第3回カットジングルって私が勝手に呼んでるやつが作れるようになります。動画の合間と合間に入れるようなとても短いジングルです。さて、じゃあ早速第1回、オープニングとエンディング。ファイルの無料配布ページは動画概要欄の URL から。じゃあまずオープニング。昔使ってたのは、ゆめみに作ってもらったこんな感じの、さすがにこれはクオリティ高すぎかな。今はこんな感じのないよりマシのくらい使ってますね。ちなみに私はオープニングは5秒前ぐらいが長すぎないし、 YouTube の10秒分飛ばし機能などで飛ばされにくいと思っているので5秒前ぐらいすると思います。オープニングはいろいろできますし、動いてる方が楽しいですが、この音が西永さんだって印象を与えれれば十分だと思ってます。日頃から使ってるオープニングをポンポコ24時の時の CM にも使った時、西永さんだって一番反応もらいましたね。その点今ダメですね。映ってるの昔のですけど使いますか。それに再生リストや CM などで連続で再生してもらってるって時に、前の動画からの切れ目、始まりが分かりやすいっていうのもいいですね。ぼんやり消化するように見ていた人にもまた注目してもらえます。とりあえずオープニングはあった方がいいと思う。今回はこのぐらいのができれば十分かなって思ってるよ。はい、必要なもの、音楽、背景、なんかアイテム、自分、あと最後のイメージかな。それと作るためにアビリティ、まだ入れてない人はこっちの動画を見てね。使い方はこっち。順番に集めていくよ。まず短めの音楽、自分で作ってもいいのだけれど、それはまたの機会に。説明欄の URL にありますドーバ、フリーの音楽がいっぱいあるさね。検索の歯車マークからジングル、短め、あとは欲しい感じだけ指定したら設定を保存で検索。ここで音楽の秒数を参考に聞きながら探していきます。今後ろで流しているのは全部表記もクリーンなジングルたちですね。この企画がサイト準拠になっているか、ニコニコで使うかもっていう人は親作品 ID があるかないか確認。あっていつか使うかもっていう人はここをコピーしてダウンロードしたファイルの後ろに書いておくと間違いないね。さあ、ダウンロードしてきました。次、背景。自分で書いてもいいし、イラストでクレジットいらないやつならイラスト AC とかがおすすめかな。背景なくてもいい説あるけどね。いるならイラスト AC も説明欄の URL から飛べるよ。〇〇背景とかで検索、ダウンロード。次、なんかアイテム。画面に使うやつだったり、ロゴに使うやつだったり。シルエット AC やイラスト AC がおすすめかな。URL は説明欄。ちなみに、イラスト AC は検索回数制限が無料版だとあるんだけれど、Google から検索すれば検索結果のページに行けるので問題ないです。白い部分が透明なのは PNG ってファイルだね。はい、ダウンロードできました。あとは立ち絵。フェイスリグなどで動ける人は好きな動きをしたのをグリーンバックで OBS で撮ってきてもいいけれど、簡単な動きだし1枚でいいです。このテンプレートの場合はね。はい、OK。じゃあダウンロードしてきたこのファイルを右クリックで全て展開。アビリティのファイル、編集プロジェクトを開く。まずはオープニング差し替えのテンプレート1の AUP ってやつ。このそれぞれのオブジェクトをクリック。参照ファイル、置き換えるものを選んで開く。最初は音楽かな。自分で選んだ音楽に置き換えて、音量の調整と音楽の長さに合わせて、他のオブジェクトの端をクリックしながら動かす。テキストをクリック。文字や大きさや位置やフォントや登場の仕方、いろいろ好きに変えて。画像も置き換えたら、大きさや配置を変えて、イラスト AC 特有の1枚に詰め込まれてる素材とか使う人は、このプラスマークからクリッピングってやつを出して、上、下、左、右をスライドさせると消せると思う。角度は回転。このアニメーション効果から画像の登場の仕方を変えられるよ。出てくるタイミングも自由。端っこをクリックしたままスライド。はい、できた。もし、弾むとか震えるとかを選んでて、最後の方は止まっててって思うときは、この選択の最初と最後を同じ場所でクリッククリック。ワンシーンだけを選択した状態にして、ファイル、プラグイン出力、拡張編集の BMP 出力ってある方。そこからファイルの種類を BMP にして出力。画像を1枚出しちゃいましょう。これをドラッグアンドドロップで一番下まで放り込んで、曲が終わるくらいまで、いい感じに合わせば完璧です。
選択している場所を最初と最後で矢印に直して出力ってやると、この黒いところまで選択しちゃうので、右クリック、選択範囲、最後のオブジェクトの位置は最終フレーム、これで OK、 出力です。これでオープニングの完成。配置を変えたり登場の仕方を変えたりってしてるだけでかなり変わりますよ。私にはセンスがっていう人はアニメアイキャッチとかで検索するとたくさんそれっぽいのが出てくるので、配置を真似しましょう。ちなみにこういうの作るの面倒な人、選んできた音楽が一瞬って人は、いっそアイキャッチの画像をサムネを作るソフトなどで持ってきて、テンプレート2の方を使うと良いです。画像と音楽を置き換える、好きな長さまで画像を伸ばす、シーンチェンジを選ぶ、音楽が長すぎるときはいいところで右クリック分割、右クリック削除、そこでブツッと切れちゃうので、プラスから音量フェード、イン0の後ろが 0.2 くらい、おしまい。うわ、音がな。まあ、効果音だけでも、他の人が使ってないものだったり、音に自分の声を重ねたりするだけで、この人の動画だって印象がつきます。それに楽。あ、できたオープニングを使うときは、動画本編を後ろに並べて、何もないところを右クリック、フィルターオブジェクトの追加、シーンチェンジ、真ん中に置いたら、好きな効果を選ぶ。真ん中にちゃんと置かないとこうなるね。右クリック、中間点の追加、境目に合わせればそこが真ん中になる。はい、オッケー。さて、じゃあやり方は一緒。エンディングを作りますね。エンディング、終了画面ですね。動画やチャンネル登録ボタンの大きさを変えたり、2から4個を並べられるので、3つ用意してみました。1、おすすめがたくさんあって決められない。次に見せたい動画が決まってない。置く動画の数が3つ。2、次の動画が決まっている人。アイキャッチみたいな画面を作りたい人。置く動画の数は1つ。3、何も考えずにおしゃれな感じにしたい人。置く動画は2つ。用途からでも、誘導したい動画の数からでも選んでくださいね。ではさっきと同じく開いていきます。まずは1から。音楽を、背景を、文字を変更。立ち絵も欲しければ。いらなければレイヤーをクリックして、レイヤーごと非表示。エンディングはこんなもんでいいと思ってます。ちなみに、エンディングの音楽はジングルみたいなんじゃなくてもいいかなって思うので、動画で気に入った曲をダウンロードしてきて、ドラッグ&ドロップで放り込み、音量を調節して、欲しい部分だけ5から10秒ぐらいで切り取って、プラスマークから音量フェード。これで音楽に合わせてオブジェクトを引っ張る。終わり。で、いいと思ってます。位置を変えるときは、置く動画やボタンが重ならないよう、でも緑の枠から出ないようにってしてくださいね。さてできたら、終了画面に必要な5秒分のバーや、その他の目印を表示。選択範囲を最終フレーム合わせて、ファイル、プラグイン出力、拡張 X264 出力 GUI、名前を決めて保存。はい、出力。完成。次に、音楽、背景、立ち絵を差し替えて、大きさと位置を調整。文字でもフォントも選んで、書き換えて、位置調整。色もサイズも変えたければ調整。立ち絵や文字の登場の仕方を変えても良きです。さあ、またいらないものを表示。選択範囲で最終フレームを、OK! 出力、完成。次3、背景と音楽差し替え。これでいいかなって文字の出し方を選んで、それ以外全部非表示か削除。文字を直して、フォントを変えて、サイズを調整。いらないところを非表示にして、選択範囲、出力、完成。いかがだったでしょうか。もし、わからないところがありましたら、遠慮なく聞いてくださいね。アビエルティを入れてない方はこちら。アビエルティの使い方をちゃんと覚えたいっていう方はこちら。オープニング2で使った1枚絵を作るソフトはこちらをご覧ください。次回の配布動画は、YouTube ヘッダー、Twitter のヘッダー、配信画面の作り方の3本立てです。アビエルティじゃなくて、画像ソフトになるかな。お楽しみに。